海上自衛隊呉基地に所属する22歳の自衛官候補生が今年1月から正当な理由なく長期間無断欠勤したとして懲戒免職になりました。呉地方総監部によると、この候補生は退職を決意したが手続きが終わるまで部隊にいることが苦痛になり逃げてしまったと話しているということです。